こんばんは。11月28日土曜日の夜でございますね。今日11月28日、そうですね、11月28日、平山茂です。皆さん、週末です。土曜日、どのようにお過ごしですか？楽しんでますか？何してますか？遊んでますか？大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫大丈夫。今日は名古屋の実家からお届けしております。今日は朝方ですね、早朝に名古屋に到着しまして、ちょっとお散歩して、それから家戻ってっていう流れでね、ちょっともともとね、自分が住んでた部屋なんですけど、8年ぶりですかね、8年ぶりに戻ってきました。まだ戻ってないですね。12月の末にね、この部屋にまた戻ってくるんですけども、とりあえず引っ越しの第1便が終わりましたということで、お疲れ様です。皆さんもまだ明日日曜日もありますね。連休ですから、あんま連休じゃない人もいたらすいませんね。お休みという方はしっかり疲れを取りつつ遊んで楽しい思い出を作りましょう。僕もちょっと今から中学校の時の同級生と飲みに行ってまいります。マスクしてちゃんと対策して行ってきます。本当大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。はい、大丈夫。明日は日曜日です。明日はね、もう東京からお届けする形になると思いますけれども、安全運転で明日東京へ戻ります。また明日会いましょうね。明日日曜日、日曜日はちょっとね、大事な夜になりますので、またしっかりとパワーを込めて、情熱を込めてですね、皆さんに大丈夫だよって言っていきたいと思います。ということで、また明日会いましょうね。それではまた、おやすみなさい。